今ねどこにいるかっていうと、東京の九段下の靖国神社にいます。靖国神社の中に、まあ、競技場があってですね、そこのところで第7回の東日本学生相撲協議会がやってまして、今見てきました。まあ、平成29年11月の12日入場無料ということなので、だからいいんですけど、日体大の学生とか結構目立ってました。なんか相撲っていうの日大のイメージがあるんですけど、日大の選手はちょっと今見てるだけでは見なかったですけどね、なかなかこれからこの中で大相撲の力士になる、人もいるわけですからね。なかなか